東口ホーム1日あたりの乗車人員の推移。白楽駅は神奈川県横浜市神奈川区白楽にある東急電鉄東横線の駅である。駅番号は TY18。相対式ホーム2面2線の地上駅で、ホームは湾曲している。ホームの有効長は20メートル級車両8両分で、あるが、非常時に備え、20メートル級重量編成の電車が、 停車する用、う非常用ホームとしてに両分部屋寄りに延長している。延長部は、柵で封鎖し、通常は、元町、中華街より8両を使用する。京上駅舎を有しており、両ホームは1階にあり、2階改札口へと上がる、階段とエレベーター1基ずつが設置されている。ホームが湾曲しているため、上りホームには、終日駅員による立場番が行われる。 2002年には渋谷方面のホームには六角橋方面へ出られる西口が設置された。このため渋谷方面域を利用する客がわざわざ階段やエレベーターを使って一度二回改札口に上がり、その後再び下へ降りることなくダイレクトに改札内外を行き来することができるようになった。トイレは下りホームにあり多機能トイレも併設されている。2017年から 駅舎増築と改修工事が行われていたが、2021年の春に駅舎増築工事が完了し、東口改札を出た正面に、東急スポーツシステム株式会社が運営するフィットネスジム、アトリオライトハクラ楽クと、東急電鉄、神奈川大学、タリーズコーヒーのコラボ店、タリー、エスコーヒー空ーが開業。タリー、エスコーヒー空開業にあたり、神奈川大学は、 本学学生と地域とのつながりを生みがいの活性化を図るというコンセプトを掲げており、地域社会に根ざしたコミュニティカフェとなっている。コラボレーショングッズの販売も行われるほか、店内一角には大学の研究発表や近隣商店街、実地会との連携イベントなども企画できるようになっている。また、店舗外側に九十インチの大型デジタルサイネージが設置されており、 大学の情報をタイムリーに発信している。2020度の1日平均乗降人員は25,787人である。菊名横浜間の途中駅では最も利用者が多い。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は下記の通り。白旗町公園横浜上朝を線上にある六角橋停留所、または駅東側にある白楽停留所が 最寄りとなる。いずれも横浜市営バスによって運行されている。なお、経路変更以前は、東急バス、津那島駅業や、横浜市営、バス31系統が、白楽駅前まで乗り入れていた。また、NPO 法人による乗り合いタクシーの計画もある。駅周辺は、神奈川塾の白楽が多く住んでいたため、白楽が転じて、白楽となったもの。 暴露にちなむ地名は日本各地に存在する。白楽天とは無関係。ありがとうございます。